はい、えー、始まりました。ケロッピー前田です。よろしくお願いします。えー、今日はですね、主、えー、体写真家の釣崎清隆と、えー、ネオ鬼畜道場を配信したいと思います。釣崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。主、えー、体写真家の釣崎です。えー、まあ、皆さんご存知の通りですね。あの僕らはあの、まあ、九十年代からゼロ年代にかけて、えー、伝説の雑誌。まあ、バーストを一緒に作ってきて、で、二年前にですね。 えー、バーストジェネレーションを、えー、という形で復刊しました。えー、っとですね、ちょっと写真を見せましょう。えー、これ、草刊号は、えー、姫野たまちゃんがです、ね、表紙になって、これ2年前出まして、えー、2号目が、えー、去年出ました。 これ東京キララ社さんの方から出させていただいているんですが僕らがやっているこのネオ鬼畜道場というのはですね次なるバーストジェネレーションに向けて特に90年代サブカルやグロテスク表現に特化したサブカルの教養講座となっています。 で実は今日ちょっと最初に、えー、重大なあの重要な告知があるのでまずそっちからちょっとお伝えしたいと思います、えー、実はですね、えー、今年もう来月ですが7月、えー、新宿眼科画廊さんでバーストジェネレーション首都セックス店という、えー、グループテを、えー、開催いたします、えーまあ、結構豪華なあの参加アーティストが今あの,今あの 出てくれることに、えー、なってるくれているわけなんですけれども、えー、まあ実際じゃあこれ、えー、どんな展示になるのかっていうことなんですけれども、まあ実際あの、えー、バースジェネレーションがですねこのコロナ禍にある2020年に、えー、まあこの時代を視奏してきた、えー、表現者たちにまあ新たな戦場を提供するというまあそういう感じの、えー、展示になるんですけれども、では作家の方を紹介していきたいと思います。えー、今回あのゲストアーティストで、えー、マンコア,アートの巨 というべき録でなし子さんをお迎えしています。新作を出してくれるそうなので非常に楽しみですね。で、もう次にやっぱり貴重アクショニカルチャーのまあ先駆者というべき根本隆史さんもあのかなり気合が入ってます。で、さらにですねあの次があの隣におりますが、あの釣佐清隆もこの新作あるいは死体 写真の作品の、えー、セレクトしたものを出してくれるということなんですけどちょっと辻崎さ,さんあの今度の展示の、えー、はどんな感じの作品というかうんとそうですねえっ、ー、と一昨年に新宿眼科画廊で、えー、個展をやらせていただいてでその時は回顧展という形で自分はあの、えー、四半世紀にわたってですね、えーと まあ、死体にし人の死んだ人っていうのを、ね、テーマに、まあ、あの写真をとか映像とかを撮り続けてきたんですけれども、まあ、その中で回顧展みたいな形で25年間分を展示したんですが、まあ、それプラス、えー、新作ということで先ほど、あのー、紹介されたあれはあのー、あの青木ヶ原樹海の写真ですけれども、まあ、それの、えー、と新作も えと次はあの目にかけることができるんじゃないかと思います、まあ、あとあのあれですよねあの根本さんとこういう形であの同じ空間で展示をするっていうのは今回が初めてなんじゃないかなといそうですね、まあ、あのいろんなグループ展とかに参加したりもしてきたんですけれども根本さんとやるっていうのは実は初めてですね。そこら辺は根本さんもかなり楽しみに してまあ機嫌 <laughs> 入れてくれてるみたいなので <laughs> プレッシャーですねいやあのそこはでもあの僕も、はい、あのキュレーターとしてはすごい楽しみにしてるとこなのでそうですねロゴダナシコさんとかもね、はい、あの開拓いただいて、はい、あのものすごく格好がつく、はい、形になりましたね。ええ じゃあちょっと引き続き作家さんの紹介をしたいと思います。はい、これ、あのさっきの辻崎さんの作品ですね。はいえー、とあと次はです、ね、インブ神社の、えー、ポン・ノフェコさん。えー、これもあの新宿眼科画廊で過去にやった展示の時のものですが、あとですね、えーとまあ、バーストの、えー、創刊編集長で、えー、現在作家をやっているあのピスケンがです、ねえーまあ、彼の選出で、えー、作家さんを選んでまして。 えまずあのブライアン佐藤さんまあ、褐色のエロス画家という、えー、肩書きというかですねですが、えー、あとですね、えー、西牧徹さん陰魔、えーまあの,の鉛筆画家という、えー、まああの とえー、ピスケンがですね手書きの原稿を合わせて、えーまあ、ピスケンの部屋っていうのをちょっとあの作ろうと、えー、しています。であとあの最後はあの私あのケロピマのダで、まあ、今回はあの身体改造に特に特化してあとです、ね、過去に取材しました身体改造の世界大会のモドコンがあるんですがそちらの写真のコレクションも合わせて展示したいと思いますので、えー、皆さんあの応援を、えー、よろしく、えー、お願いします。 であのこれからあの今回の放送の内容をちょっとだけ、えー、説明してと思うんですけれども、えーまあ、あの世界のグロテスク表現の歴史に、まあ、バーストを位置づけるということで,でちょっとあのこの後引き続き、えー、辻崎豊といろいろ話していきたいと思うんですけれどもちょっともう一回鶴崎さんにちょっと聞いてみましょうかあの今日はちょっと結構壮大なテーマなんですけれどもよろしくお願いします。よろししくお願いします結構あの 今日はあの釣崎さんの「三部作」まで、えー、ちょうどですねあのヤコペッティのモンド映画のところから、えー、釣崎さんの「三部作」までのを、まあ、歴史的に振り返ろうという感じなんですけども <laughs> <laughs> まあそうですね、はいあのー、僕は、まあ、グロテスク表現といっても、あのー、中でも碁はあのーまあ、血みどろの表現 みたいなものをまあ専門にやっておりますので、まあ、それのまあ、あの元祖としてのあのヤコペッティというのはもう常にあのリスペクトしておりますし、心の死と思っております。まあ、そこからの自分までの世界的なこう映像史というものについて、まあちょっと語ってみたいなと。 思っておりますああとこの、えー、そのあとにですねさっきちょっと紹介した、えー、来月の、えー、グループ展のことに関しても、えー、さらにちょっと詳しく突っ込んだ話もしてみたいと思います、えー、ではではあのここからあとはですね、えー、有料配信の方で、えー、楽しんでいただければと思います。